せいかな。いきなり始まり、いきなり切られって。もうあのちょっとの時間だけだったら皆さんもびっくりですね。こんばんは。いつもと目のメイク違うって、違うかな。薄いかもしれない。薄い？普通？一緒？ごめんなさい、ゲリラ。ご飯食べてましたか？配信待ってましたって。あら、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとね、時間に追われてちょっと動画を撮ったりしてたんですけど、終わったので、終わって皆さんとお話がしたくなったので急に始めちゃいました。この時間久しぶりだから大人なの忘れてたって。確かにもう大人の時間ですね。11時23時何分だろう今。35分。お話し会の申し込み考えてた。あ、そうだそうだそうだ、あの明日の9時までか、振り替えのお話し会、オンラインお話し会の申し込みが明日の朝の9時までとなっております。で、私ちょっと考えてたんですけど、なんか私は皆さんが来てくだ話しに来てくださるのを待つことしかできないから、ちょっと寂しいなって今日考えてました。いっぱいお話できたらいいな。不意打ち確かにちょっと不意打ちをごめんなさい皆さん。配信は今日は多分ないと思われてた方が多いと思うんですけど。あ、初見さんありがとうございます、ありがとう、来てくださって。 STU48 2期研究生の原田さやかです。おもこい大好き、ありがとう。私も大好きです。いっぱい聞いてる。なんか聞けば聞くほどいろいろ考えさせられていい曲。今かわいいギフトいっぱいありがとうございました。いっぱい飛んでた。今日も前髪の分け目つけてるね。そうなんです、なんかもうどうしよう、この分け目にしばらくなるかもしれないです。なんかちょっと前髪の量減らそうって思って端の方を伸ばしてたんですけど、その伸ばしてた前髪がいい感じに横に来る長さになったから、どうしよう、前髪革命が起こるかもしれないですわかんない、またすぐ戻すかも。そうなんです、明日ブログの日なんですよ。私もさっき思い出しました、明日ブログだって思って、何書こっかな。ブログのネタ皆さん何かありますか？ブログ何かこう、あ、寝るとこだったぜって。あ、じゃあギリギリ起きててくださってよかったです。なんか雰囲気違うね、どことは分かりませんが、どこだろう、どこですか、前髪、やっぱり前髪かな。前髪が違ったら結構雰囲気は変わるのですか、どうでしょう。ほっそり見えますわ、絶対嘘です。私最近絶対に太りましたのでのでもう断食しようって私毎日言ってるんですけど、明日から断食しようって。できるかなあ。初見さんありがとうございます。 JT さん、たっちゃんさん、ありがとうございます。 STU48 2期研究生の原田さやかです。ゲリラリンに来てくださいましてありがとうございます。よろしければこれからも来てくださると嬉しいです。待ってます、ありがとう、ありがとう。アイライン長い？あ、かな、あんま変えたつもりはない
かな。7位かな。今日は配信ある予感してた。あ、それは素晴らしい。さやかりん察知能力が上がってきておられますね。投げキスが可能な時間ですね。確かに可能な時間です。はじめまして、はじめまして。思い出せる声をしましょう、しましょう。完全に油断してたこんばんワイン、こんばんワイン。またすぐに浴衣配信してほしいですって。でももう浴衣の季節は終わってしまったのかな。台風が過ぎ去ってから夜とか朝とかだいぶ肌寒くなってきましたよね。そう、いい曲、スルメ感、スルメ感確かにあります。あ、皆さん SST をしてくださってましたか。 SST、 SST じゃあどうします。ちょっとだけ、ちょっとだけします。しようかな。ちならべバーストして慌ててきたって、 ありがとうございます。ごめんなさい。確かになんか雰囲気が違う気がします。自分前髪、前髪かな。え、どっちがいいんでしょう。前髪どっちがいいと思いますか。こんばんは。いつの間にか始まってた。そう、いつの間にか始めてしまいました。いつの間にかのに来てくださってありがとうございます、ね、髪の毛長くなりましたな。定期的に長くなりましたなって言ってるんですけど、長くなりましたよね。伸びた。そう、本日やることはもう終わりました、終わりました大丈夫かな、大丈夫かな。またお話できるようになったら言うかもしれないです。あ、イモースを見てくださいましたか皆さん。私何だったっけな、肝が座ってる肝が座ってるそうなんですけど、私の肝は座ってるんですか。あんまりそんなこと思ったことなかったんですけど前髪レボリューション、前髪レボリューションが起こりつつあります。わかんない、どうでしょうか。ゆねさんハート500個ありがとうございます、ありがとうございます。あ、コメントが消えていく前髪に違和感、さやかりん違和感クイズ。あ、でもなんでしょう、まつげがちょっと私伸びたかもしれない、伸びたかもしれないまつげ美容液が2本目に到達したんですけど、使い始める前に比べたら伸びたような気がするんですよ。どう思いますか。あ、スーパー断食ウィーク SDW。 そう、断食、本当に私どうしよう、明日から明日からできるかな。最近しようっていうだけで全然できなくて、会社の同僚にさやかりんのこと紹介しました。ありがとうございます。同僚さん、見ててくださってるかな。ありがとうございます、ゆういちさんも。ありがとう。嬉しい。ぜひ、さやかりん沼にハマっていただけるように頑張ります。けんちゃん、ハート100個ありがとう。肝が座ってる原田さんだって。カリンレーダー、あれちょっと時差がある。そう、イモースで肝が座ってるって
ヨネさんハート1000個ありがとうございます。実は常にルーム開いてるって、あ、それはそれはさすがです秋祭り配信で浴衣、秋祭りも確かにできますね。秋祭りは行ったことないけど、確かに浴衣は真夏とかに着たら結構暑いから、秋に着るのもいいかもしれませんね。ね、夜涼しかった8月39日？あ、今日はまだ8月39日なの？まだ8月39日か。あ、ミラーボールありがとうございます。キラ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 ありがとうありがとうございます。肝が座ってそうって、え、座ってるの？立ってるよりは座ってる？まあ確かに動じない女原田って言われてる。チーム決めの係だったねって。そうなんですよ。でもなんかもう困りました。え、どうしようってなりました。で結構ランダムになんとなく目の合った感じで決めました。困っちゃいました。いや、でも断食しても私倒れない人なんですよ。あの中学ぐらいの頃断食にハマってて趣味が断食だったから結構してたんですけど、割と大丈夫でした。あなたは焼き芋が食べたくなるって、あ、やめてください、やめてください。本当にもう芋の美味しい季節で私は困ってます。芋と栗とかぼちゃと、もう秋は美味しいものがたくさんたくさんです。ハーゲンダッツにまた新しい美味しそうな味が出てた。その沼にそこはありますかって、さやかりん沼ですか。そこは今ちょっと隣の方にドンとされたかもしれないので、私はこうボリュームを抑えます。そこはどうなんでしょう。行ってみないと分かりませんね。ぜひあるかどうかを確かめに行かれてください。あ、沼から抜け出せませんって。ミラーボール春祭り、夏祭り、秋祭り、冬祭りじゃあ一年中浴衣着れちゃう。深夜が近づくにつれてテンションが高くなる原田さんって、そう、だんだん私の時間になってきつつありますね。さやかりんのクールな感じが好きですって。私クールなのかな。私クール？じゃあクールもっと好きになってもらえるようにクールさ全開で。収録は半年前ぐらい、イモンスの収録はいつでしたっけ。冬でした。だいぶ前、半年前ぐらいかな。かなり前だよね。かなり前でした。2月ぐらいかな。あ、そう、中学の頃は幽体離脱と断食が趣味だったから。え、高校でもしてたかな。あ、芋芋芋芋って、あ、やめてください。そう、ミスドのさつまいもど。さつ
つまいもど、2つ2食2種類食べちゃいました。美味しかった、すごい美味しかった。皆さんもおすすめですよ。皆さん食べました？食べました？秋の新作アイスって美味しそうなの、美味しそうな味多くないって、本当に多い、本当に多くて多くて多くて、どうしましょうかということで。断食しようかな。今コンって音したねって、そう、ちょっと声がうるさかったかもしれない。そっか、今はもう夜中、夜遅いので静かめに行きたいと思います。クールリン、クールリン。こういうイメージですけど、クールリン合ってますか、これで。スーパーデザートウィークはダメだ、ダメだ。ミスドの新作食べたんかいって、食べちゃった。何味食べたかな、なんかミスドのなんだっけ、大学芋と、大学芋とあのあれ、上になんか丸く乗ったやつ、さつまいもかな、食べちゃった。美味しかった。でもきっと太りました。怖くて最近体重は測ってないんですけど。SST どうしましょう、しましょうか、しましょうか、できるかな、一回できるかな、今なんちょっと待ってください。めっちゃ芋食べるやんって、え、できる？あ、行ってきますの、行ってきます、ただいま。え、どうしよう、54分40秒からとか、54分40秒からできるかな、ちょっと待ってください、開かない。キュンです。54分40秒。54分40秒からできますか、皆さん。大丈夫ですか。じゃあ40秒からしますね。はい、え、あ、対戦お願いします。ヨークマさん、炭酸せんべいさん、熊本のけんちゃん、対戦お願いします。無理っすって。あ、あきなさん、あれ、当たった、当たった、ありがとうございます。ぜひ対戦お願いします。好きな層、私も好きな層。カードが良くないです。ブログ何書こうかな、
秋の新作デザートとフルーツと私ゲリラリ今気づいた、ごめんなさい、ありがとうございます、来てくださってありがとう。いいでしたって、さやかりん元気、元気かな、皆さんお元気ですか。どうしょあ、1位でしたって、あ、私の番でした、あら、私、あ、あ、いや、いいや、どうぞどうぞ、ヨークマさん2位を2位をどうぞ3位でした、3位でしたうん、ということで、ということで、そろそろ壇上を読ませていただきます。あ、最後にアイコンガチャ引く、なんかでもこうやって久しぶりに引いた方が案外来るかもしれない。アイコンガチャ壇上読み終わった後に引きます。壇上読みます。13位 H パパさんありがとうございます。12位千畑さんありがとうございます。11位鳥さんさんありがとうございます。10位カズサさんありがとうございます。9位ビルマさんありがとうございます。8位熊本のケンちゃんありがとうございます。7位静岡の天パのタケさんありがとうございます。6位ガタックさんありがとうございます。5位西宮のヨネさんありがとうございます。4位黒猫山田さんありがとうございます。3位小林さんありがとうございます。2位ノリエクスさんありがとうございます。そして1位カエデズのはじめ総務課長さんありがとうございます。ありがとうございました。ということで、こんなゲリラでしたけど皆さんお話ししてくださって嬉しいです。ありがとうございます。皆さんのおかげで良い夢が見れそうですということで、アイコンガチャを引いて、私が出たらさらに良い夢が見える気がします。ということでね、じゃあうんということでね、はいはい、ということで、うん明日もじゃあ一緒にいい日にしましょうね一緒に頑張りましょう。えいえい、うん、おやすみなさい。ありがとう。おやすみなさい。ゆっくり休んでください。おやすみ。ありがとう。来てくれて。ありがとう。おやすみなさい。おやすみケロケロ。